どうも、キスケです。今回はドラゴンボールレジェンズ公式の大型アップデート予告第2弾のことに関してちょっと話していこうかなと思います。ギルドシステム実装、ギルドマスターを中心とした最大30人のギルドグループが作れるぞと、ポイント集めてランキング競いましょうというもの、まあ簡単に言うとギルドシステム実装ということなんですけど、キスケゲームの、まあ、ギルドを作ろうか迷ってたんですけど、まあ作ってくださいっていう DM がちらほらと、あったので作ろうかなと思います。はい。で、応募がですね、まあこの動画にコメントしても正直わからないので、 Twitter でこの動画の URL を貼ったツイートをね、この後するので、そちらのリプに自分の戦績とかなんか見れますよね、見れるよね、それをスクショして貼り付けて、まあ、入りたいですというツイートをですね、ツイートっていうかリプを飛ばしていただければ、それで OK です。それで OK です。はい。わざわざ DM に、僕の DM に入らせてくださいとかそういう返信はいりません。この動画の URL がついたツイートにリプで、戦績とか、まあ、ホーム画面みたいなところで見れるところで、スクショして、ツイートをくれればもうそれで OK です。はい、それだけです。まあ一応その、まあ、そのツイート、リツイートしていただけるとまあありがたいかなと思うんですけど、別に強要はしません。はい、ありがたいなっていうだけです。はい。で、そうですね、条件、条件をねちょっと考えてたんですけど、別に何でもいいなと思って。別にその無課金でやってるんですけど大丈夫ですかとか、バトルランク50行ったことないんですけど大丈夫ですとか、PVP あんま回んないんですけど、こうストーリーとかキャラ集めを楽しんでやってますとか、もう全然そういう方でも OK です。はい、来るもの拒まずといった感じですね。ただまあ条件はやっぱちょっとだけつけようかなと、思います。はい。で、この条件っていうのが別に何も難しいことはなくて、煽り行為とかをしないでいただきたいですね。まあ目に見えるわけじゃないんですけど、例えばね、例えばのお話で、おいお前キスケゲームのギルドに入ってるメンバーが俺に煽ってきたぞみたいな、こう DM とか、リプとか飛んでくる可能性があるよね。まあそういうことをしちゃうとね、それは非常にめんどくさいので。非常に僕対応するのがめんどくさいので、まあそういうなんていうの、常識のある方で、全然難しくないですよね。だから煽り行為とかなんかふざけてなんていうんかな、ナメプをしたりとか、まあそのお相手さんに、迷惑がかかることをしない方なら全然大丈夫です。はい。で、まあそれだけやね、それだけ。はい、条件はそれだけです。常識があればよし。まあ結構、ギルドの、まあ、条件としてはガバガバな気はするんですけど、まあ全然その感じで大丈夫だと思います。で、最大30人ってあるんですけど、集まらない可能性がですね、僕の場合あるんですよね。僕の場合30人集まらない可能性があるんですけど、例えばこれが、15人しか、ギルドの申請がなかったとしても、その15人でしっかりとギルドを運営していくので、15人しか集まらなかったからやっぱギルドシステム僕募集やめますわっていうのはないので、安心して、リップ飛ばしてください。はい。ちょっと待って、なんかあと一個な、
なんか条件あったような気がするな。何やったかな。ちょっと待って、この動画で思い出さんとやばいぞこの動画で思い出さんとやばいな。あ、そう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 、あの例えばこの、僕のツイートにリップ飛ばして、まあこのギルドの申し込みをしたと。で、まあ、万が一ね、万が一30人以上集まった場合、抽選っていう形になっちゃうんですよ、どうしてもね。うん、抽選っていう形になっちゃうんですけど、例えば僕が DM でおめでとうございますと、キスケゲームのギルドに当選しましたっていう DM を飛ばしたにもかかわらず、あ、すいません、やっぱ別のところに入ることになりましたっていうのはちょっとやめてほしいかな。うん、なぜならめんどくさいうん、ちょっとねそれやめてほしいんですよね。まあもちろんその、例えばまあ名前出しちゃうんですけど、まあねなろさんとか、くにさんとか、その辺のギルドが多分活発に活動するっていうのは目に見えてるんで、ねなろさんとくにさんのギルドに申し込んで滑り止めでキスケにこう書いとこうっていうのは、ちょっとやめてほしいかな。うん、そのめんどくさいからねまた抽選し直しってなっちゃうので、それはねちょっとやめてほしいかなと思います。うん、まあそれぐらいです。はい、条件ないって言ったけど、まあ2つぐらい追加しちゃいましたね。まあ常識のある方で、ちょっと絶対にこのギルドに入りたいっていう方、うん、DM 送って、あ、すいませんちょっとごめんなさいやっぱりっていうのはやめてほしいかなと思います。はい、僕がめんどくさくなるのはちょっとお前もうちょい頑張れよってなると思うんですけど、うん、ごめんなさい。はい、っていう感じですね。うん、まあそれ以外に特にないですかね。でこれが、あ、そしてじゃあもし30人以上集まったとして抽選に漏れちゃったっていう場合の人も、このギルドで例えばさ、あまりログインしてないなっていう人が見れるとか、あまり活動してないなっていうのが分かると、まあ何ヶ月周期ぐらいにこう入れ替えていこうかなと思うので、全然まだギルドに入るチャンスはあると思います。はい、そんぐらいですかねこんなんでいいんすかね。うん、まあ一応この動画、まあ一応チャンネル登録もしてほしいですね。うん、まあ良ければやけどね。はい、以上ですということで、まあ僕のギルドに入りたいよ、入ってあげてもいいよっていう方はですね、この後この動画の URL を貼ったツイートをするので、そちらのリプに飛ばしてください。スクショして入りたいですと、別に入りたい動機は何もいれません本当に何もいらない。選ぶときはランダムに僕が勝手に選ぶので本当に何もいらないです。何もいらないで、あ、そう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 、期限、完全にランダムに決めるということで期限を決めとかないといけないんですけど、今日何日、3日か火曜日、あ、そうしたらどうしようかな。これ明日からですよね、4日から始まるんですよね。で水曜日どうしようかな。平日やからちょっと忙しくてそういう動画が見れなかったっていう人がいるかもしれないんで、9日、違う、間違えた、8にするか。日曜までにします日曜までね、うん、お願いします。日曜までに、まあ、だから約5日間ぐらい、期限はあると思うので、なんとか時間を作って入りたい人は、まあ、リプしてください。日曜までです。それちょっと過ぎちゃうとごめんなさい。はい、ということなので、まあ僕が話したいことは以上ですね。まあ気になることがあれば、ツイッターの DM で、気になることはツイッターの DM でお願いします申し込みたい人はスクショと入りたいですっていうコメントだけペタッと貼り付けてください。はい、以上です。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。But you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I...